ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。高橋です。本日ご紹介するお車はこちら、はい、W463A AMG G63、 さらにブラバスのワイドスターになります。来ましたね。来ましたね。はい、でも意外と浅井店長は初めてですよね、ワイドスター。そうですね、今回装着、私の担当としては初めて装着させていただくことになりました。はい、大体ですね、1ヶ月間ぐらいですね、作業期間を頂戴いた、したんですけれども、はい、まあ、今日ですね、無事この日を迎えられて本当に完成してホッとしております。はい、はい、おめでとうございます。はいでは早速ですね、はい、車の方に、紹介に入っていきたいと思います。お願いします。ベースは、こちらのお車ですね、はい、いわゆる G63 のエディションマットブラック。あ、エディションマットブラック、はい、だからそれで、まあ、ヘッドライトとか、ね、そうですね、もともと、なるほど、はい、黒くなっているんですが、はい、で、こちらのお客様ですね、納車した時にもうブラバスのフロントのリップスポイラーですとか、はい、本国4本出しマフラーを装着して、まあ、ある程度、ね、カスタムしていただいてたんですけれども、はい、やっぱり G63、もっとG63 すごく乗りやすいので、もっとどうせだったらカスタムしたい、もう行っちゃおう、長く乗るために、そうですね、長く乗るためには自分好みにしたい、はい、行っちゃおうかということで、今回ブラバスのわざわざつけたものを全部再利用できないので、はい、外してワイドスターに交換させていただきました。強烈です。強烈ですね。よくよく考えると、はい、それでもね、結構あの初回でも、ね、いろあのコストかかったんですけれども、はい、全部外して交換してしまいました。なるほど、はい、フロント周りの方から紹介していきたいと思います。はい、お願いします。まあ、まずはフロントのバンパーですね。これ特徴的ですね。そうですね。もうこれバンパーごと交換になっています。はい。でまあね、ワイドになっているので、やっぱりこうまず迫力がですね、横幅が広くなった分、そうです、ね、ワイドがダクトとかも結構広くなって、そうですね、広くなっているので、視覚的にもよりワイドに見えるような形になってます。かっこいいですね、はい、でもまあ質感が高いのですね、本当に純正と言われてもわからないぐらい質感は高いです、ね、はい、そうですね、メッシュのところもすごい綺麗ですね。立体感もあってすごい綺麗ですね。でリップと同じようにデイライトが、そうですね、デイライトはこちらの方に埋め込まれておりますので、はい、ヘッドライトと合わせて LED のライトが光るようになっております。なるほど。で、真ん中は塗り分けてる感じですかね。そうですね、真ん中は塗り分けで、はい、このグリルとか、今回は、ね、シルバーで残しましたので、あ、はいはい、合わせて、まあ、ホイールとかもそうなんですけれども、今回はシルバーを塗り、シルバーでここペイントするようにしました。なるほど、はい。で上を見ていただければ、はい、これはディストロニックのカバーはもうブラバス製の、そうですね、ブラバス製のディストロニックカバーを装着させていただいてます、はい、もちろんこれ装着してもディストロニックの機能ですね、レーダーに、はい、影響を与えませんので、こちらの、交換してもちゃんと純正機能は使用できます。全く問題ない、問題ないですね、はい。で続いてこっちのブラバスのこのイルミロゴ LED ですね、はい、こちらの方も、夜はですね、イルミが LED が青く光るようになりますので、はい、ね、ちょっとちっちゃいパーツで結構高いんですけれども、はい、その分満足度は高いパーツになってるかなと思います。で浅井さん上に行くとさっきからちらほら見えてるんですけど、そうですね、はい、こちらの方がブラバス製の、はい、パワードーム、パワードーム、純正ボンネットの上に、アドオンで取り付けるパーツになっております、はい、そして見ての通りカーボン製、そうですね、はい、ドライカーボンの、パワードームになっております、はい。でまあ、ボディ色はマットブラックなんですけれども、はい、今回はまあカーボンの、カーボンらしさを残すために、まあえて、グロスカーボンの方でつやりの方ですね、で仕上げで装着させていただきました。なるほど、まあ、もちろんここなんかも交換してる感じです。そうですね、ここもブラバスのボンネットバッジがついていきますので装着してます、はい、でこれもちろんドライカーボンなんでめちゃめちゃ軽く仕上がってますので、なるほど、本当に片手で持てるぐらいの重量に仕上がっております、はい。まあ、これだけでもどえらい金額ですね、どえらい金額ね。まあウェットカーボンだとね結構安い商品もあるんですけれども、やっぱりドライカーボンはですね、製造工程も複雑、まあ、複雑というかって手間がかかりますし、カーボンの素材自体も、高いですので、やっぱドライカーボンは、はい、金額的にはやはり、そこそこしますけれども、やっぱりこの、クオリティですね、仕上がりを見ればやっぱり、納得できるのではないかなと思います。
で後ろの方に回るとこちらの方にですねブラバスのロゴが、ああ本当ですね、なんか見えますね、はい、なんか最初の方はついてなかったみたいなんですけれども、はいはい、途中から、こう運転してるとまた見えますので、あ、まあ、これでもそれがいいですね、そうですね、はい、それでもよく言えると気分がね高めてくれる、なんか特別感がある、特別感があるかと思います。はい、はい、浅井さん続いてフェンダー、そうですね、フロントバンパーから続いて、はい、こちらのワイドスターのフェンダーに、つながっています、はい、でこれまあ何センチワイドになってるかなんですけれども、はい、メーカー公表値6センチ、はい、でこれは片側3センチ、片側3センチの合計6センチになってます、はい、まあ、どっかのね関東 の, あの某有名 YouTuber が、はい、前動画でね、はい、6センチ6センチ12センチって言ってたみたいですけれども、はいはい、そんなにワイドになりませんので、なりません ね, ねそんなにワイドになったらスペーサーの分厚さから考えたらそんなあのワイドになったらおかしいことになってしまいますので、確かにそうです ね, そうですね。ちなみにそのお方はツッチーパフォーマンス、ツッチーパフォーマンス、はい、すみません、訂正いたします、はい、なので、3センチ3センチで合計6センチに、はい、なるというのがブラバスのワイドスターですよという、はい、仕上がりになります。まあ3センチでもだいぶ純正と比べたら ね、もうだいぶ見た目が違います、違いますので、はい、まあ、迫力というのは分かっていただけるかなと思います。そうですね、はい、で続いてホイールなんですけれども、これはブラバスの、はい、モノブラ、ブラバスのモノブロック F の23インチ、はい、そして、はい、これですね、高いプラチナムエディション、モノブロック F23 インチフォージット、まあ、ポリッシュの仕様ですね。そうですね、はい、そしてポリッシュ、これ普通のグロスブラックと比べても1本あたり10万以上高くなる、はい、あ、そんな高いですか。そうなんです職人がですね、はい、磨き上げてポリッシュに してます、はい、でまあ、車体が黒で、まあ、大体これなんで皆さん黒を選ぶことが多いんですけれども、はい、まあ、お客様は、まあ、他と違った仕様にしたいで、まあ、黒もいいけれども、はい、今回はちょっとキラキラした感じ、高級っぽく見せたいというので、あえて、ポリッシュのシルバーを選択させていただきました、まあ、ちょっと大きくも見えますね。大きくもね、そうですね、はい、シルバーなので、黒だとどうしてもタイヤと一体してしまう、一体化してしまうんですけれども、はい、シルバーなので大きく見えます。そして奥に見えるのが、はい、ブレーキキャリパー、ブレーキキャリパー、これもですね、ブラバスロゴで、仕上げております。もともと色は赤ですね。色は赤なので、はい、それを、ベースにブラバスロゴですね、はい、で、まあ、この車は、はい、一応、この車体カーボンとかの黒と、このホイールとかのシルバー、はい、そして赤、まあ、こっちとかもね、あ、本当ですか、合わせてますけれども、この一応基本3色でベースに仕上げてる、はい、で、まあ、コーディネートですね、させていただきました。まああまり多すぎてもね、そうですね、ちょっとガチャガチャするというか、するので、まあ、大体3色までが、はい、車を開発スタンプするのに、まあ、3色ぐらいまでが一番いい塩梅かなと思いますね。なるほど、はい、で車高の方はダウンサスで、そうですね、いつも通り IID のダウンサスで下げて、はい、まあ、4本から5本分ぐらいの車高になっています。でミラーカバーも、カーボン製の、そうですね、カーボン製のミラーカバー、はい、ボンネットに合わせてカーボン製のミラーカバーに交換させていただいてます、はい、でまあ、ここ目線を落としていただければ、このブラバスのフェンダーダクトですね、はい、こちらの方、まあ、こちらの方セオリーでいけば、フロントの、リップのところと合わせてシルバーで塗ることもあるんですけれども、そうですね、結構シルバーの方が割と見ますよね。そうですね、はい、あるんですけど、まあ、この方はすっきりさせたい、はい、でサイドの方はちょっと、どうしてもねボディカラーがそもそも派手ですので、はい、まあ、すっきりさせたいということで、ここはあえてボディの同色マットブラックで、ペイントさ させていただいております。はい、でその下が、こちらもイルミですかね。そうですね、こちらのイルミ、はい、がドア開けた時ですね光りますので、はい、光ります。であと電動サイドステップも装着させていただいているので、はい、一回ちょっとドア開けてみましょうか。開けましょうか、はいはいはい、まあ、こんな感じ、ドアが、サイドステップが出て、さらにこの前後のイルミが光るような感じですね。はい、まあ、電動サイドステップはもう今や超人気商品 で、ね、乗り降りしやすいですもんね。でこれはまた足元を、ね、照らしてくれますので、すごくいいかなと。あとはブラバスのロゴとですね、あ、本当ですね、ついてますので、はい、はい、ありがとうございます。閉めます。で
サイドステップ、既存のサイドステップも、そうですね、ブラックアウト。ブラックアウト。これは前回の時にさせていただいているんですけれども、はい、サイドステップも前回の時にさせていただいております。はい、でそこから、マフラーですね。はい、これはブラバスの、もちろんブラバスで。ブラバス、はい。サイドステップと合わせてフィニッシュはブラックローム。ブラックローム。はい。選択させていただきました。はい、これももともとね本国のマフラーに変えてたんですけれども、はい、元っ払ってこちらの方を装着させていただいてます。もちろん車検対応の、今式になっております。でリアフェンダーも、まあ、間違いなくオーバーフェンダーになってて、はい、っていう感じですか。そうですね、なってて、はい、あとは、こちらもですねブラバスのモノブロック F になってます。はい、浅井さん、タイヤは今回は、そうですね、はい、横浜のアドバンスポーツ、はい、V105 でタイヤサイズは305、3523インチですね、はい、の方を装着させていただきました、はい。まあ、これは鉄板ですね。そうですね、はい、このホイールでしたら結構305の方が多いですね。そうですね、305、ホイール幅がちょっと太いので、はい、305のタイヤを履くことが多いですね、はい、斜め後ろから見るとですね、だいぶこのワイド感というか、そうですね、結構面もいい感じで、面もそうですね、専用のスペーサーが、入っておりますので、はい、いい感じの、面感になっているかなと思います。そうですね、はい、めっちゃいかついですね、これで。こう見てもこう見てもここの角度もすごくかっこよく仕上がってますね、はい、どの角度から見てもかっこいいですね。どの角度もかっこいい、ワイドスターは、はい、なっております。はい、でまあ、続いてリアバンパーももちろんもう全部交換ですね。リアバンパーももちろん交換でブラバスのワイドスターに変わっております。はい、はい、で、フロントに合わせてここのセンターの部分ですね。なるほどね。こちらの方はシルバーで塗り分けの方をさせていただいてます。はい、はい、でスペアタイヤカバーは、そうですね、目線を合わせ、はい、上げるとこれもブラバス製のカーボンスペアカバーですね。スペアタイヤカバー、今回は、まあ、レスじゃなくて、まあ、そうですね、取り付けたままの、はい、スペアタイヤを取り付けたままで、はい、セッティングですね、仕上げさせていただきました。最後にね、はい、このブラバスのエンブレムとか、これもあえてエンブレム類はもうシルバーのままで今回残しましたので。あ、なるほどね、はい、でエンブレム類は、まあ、外装はもう全部 AMG は残ってませんので、もう全部、ブラバスの方に交換。本当ですね、そうですね、ベンツマークが1個もないし、1個もないという AMG マークも1個もないですね。まあ、全部ブラバス、はい、全部ブラバス。ただまあエンジンはやってるわけではないですので、はい、まあ、今回 G63 のロゴは700とか800だとか馬力数の数字にするんじゃなくても、ここは G63 のままの方、させていただきました。なるほど、はい、はい、ではインテリアの方ですね、はい、ご紹介お願いします、はい、で、インテリアの方ですね、まず見ての通りブラバスのエントランス、うん、イルミエントランスモール、はい、はい、こちらの方ですね、純正のアンビエントライトと連動して、はい、連動してるんですね。そうなんです、もともとこの AMG の普通のやつは、はい、まあ、白というかですね、ね、まあ、一色でしか光らないんですけれども、こちらの方はですね、はい、純正のアンビエント、メーターの周りだとかこのドアのところとかのアンビエントと連動して光りますので、はい、なるほど、まあ、赤になったり、まあ、色が変わる、ね、そう、色が、アンビエントと連動して変わるような仕組みになってます、ね、すごいですね、ブラバス、すごいですね、すごいですね、はい、で奥に見えるのが、ブラバスの、アルミペダルセットと、はい、もちろんフロアマットも今回ブラバスの方に交換させていただいてます、はいはい、でこちらの方もですねワイドスターやったらここも交換されてますね、バッチ、バッチ、はい、ブラバスのバッチ、はい、この辺も細かく交換されております、はい、でステアリングも交換してますよね、はい、これはまあ弊社のオリジナルのカーボンステアリングの方に交換させていただいてます、はい、あとまあ左のドリンクホルダーとかもですね、こちらの方も、弊社のオリジナルのドリンクホルダー、はい、結構ね土台がしっかりしてて、ね、好評いただいてる、使いやすい、使いやすいものですね、はい、はい、おっしゃってます、はい、はい、では高橋君、本日の車いかがでしたでしょうか、はい、いやー、まあ間違いなくかっこいいっていう一言で終わるのはちょっとあれなんですけれども、まあエディションマットブラックベースなんで、もちろん色がねマットブラックですっごいいかついですし、あとはね、ブラバスのワイドスターで、思いっきりワイド化されてて、でただまあ塗り分けというか、まあ、フェンダーのところの塗り分けというか、あの色とかも結構こだわってて、はい、まあ、世界に1台だけのワイドスターなのかなと思いましたね、はい、でまあ、お客様も、ね、写真見ていただいて、まあ、非常にかっこいい仕上がり、はい、もう早く乗りたい、ワクワクすると言っていただけたのでですね、本当に、まあ、明日納車なんですけれども、よかったなと思います、はい、でまあ、最近ね、まあ、コメントとかで、まあ、例えば、まあ、高級車、もともと高級車なのに、まあ、いじる必要がないですとか、
まあ、例えば四駆でしたらね、車高を下げて、ね、もともと幅広いのにさらになんでワイドにするんだとか、まあ、いろんな考えね、はい、正直あります、はい、ただやっぱりねカスタムっていうのは基本的にも自己満足の世界ですので、本当に所有しているオーナー様、それがねもう何て思うか、それがね気に入っていただけるのが私たちとしてはもうすごく一番喜ばしいことかなと思ってます。そうですね、はいはい、ですのでまあ塗り分けとかもですね、正直もう本当に千人十色といいますか、それぞれのオーナー様の特色ありますし、もう正解がない世界ですので、本当にご自由にですねしていただければと思います。でやっぱりですね、こうやって世界に1台だけのオーナー様の車を作る、まあ、こういうね、まあ、オートクチュールではないですけれども、世界に1台の車、そして私たちフロントはまあ部品を手配して、まあ、こういう部品を作ってくれるメーカーがありあって、そして部品を取り付けてくれる弊社のメカニック、まあ、そしてペイントとか取り付けしていただいている、まあ、板金屋さんたち、まあ、すごいですね、いろんな人の手を、経てですね、この1台が、1ヶ月の歳月をかけて、まあ、完成させていただいている、まあ、こういう本当に世界に1台だけの車を作る、本当にオートクチュールの作業っていうのはもうすごくですね、やっぱ車好きにとってはワクワク楽しいですし、まあ、それに共感してくれるお客様がですね、弊社の場合はとても多いので、こうやっていろんなお仕事を任させていただいているのかなと思っている次第であります、はい、まあ、そういうですね、まあ、オートクチュールの1台ではないですけれども、そういう車作りに共感していただいているですね、お客様、まあ、オーナー様があればぜひまたご相談していただければと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、それでは今日はこのあたりで、次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。